こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お仕事お疲れ様でした。ありがとうございます。今日もいい日でした。そう、メイクしようと思ったんだけど、起きたらもう家出る40分前とかで無理やんってなってメイクは諦めたけど、なんかもうめちゃ何かを食べたい気分だったので、珍しくメイクよりも朝ごはんを優先して朝ごはん食べてから家を出ました。こんばんは。こんばんは。そう、かわいい。そう、今日ね、そう、気温がよく分かんなくて、そう、でもなんか曇りっぽかったから、なんか足出すのは違うかな、ちょっと寒いかなと思ってワンピースにしたんだけど、そう、ちょっとなんか半袖ではないけど五分丈みたいな、なんか肘ぐらい、私の肘ぐらいまでの丈しかなくて、ちょっと寒かったです。これだとちょっとね、風が冷たいなって感じでした。でもなんか耐えられない寒さとかではなかったのであれだったけど、そう、でも一応傘は持ってたんだけど、そう、降らなかったです、雨は。雨は降らなかったです。最近なんか知らないうちに雨が降っててさ、誰かの傘に入れてもらうみたいなことをさ、 しすぎてもらえてて、だから今日は傘持っていこうと思って持ってったんだけど、珍しく私本当に荷物多いの嫌だから、本当に最低限のものしか持っていかないので、いつも、いや、傘持っていくぐらいならもう濡れる覚悟で行くんですけど、そう、今日はちょっとね、そう、めっちゃ降っても困るなと思って持って行ったんだけど、降らなかった。私が外にいる時間はなんか何回か怪しいなと思った時間帯はねあったんだけど、そう、今日は使わなかったですね。こんばんは。
明日雨のマジック、そう明日雨らしいよ。なんか誰かから聞いた、誰かな、あみちゃんかな、誰かから聞きました、明日雨って。やだー、こんばんは。明日は鉄菜です、鉄菜です、鉄菜です。今月ラストかな、今月ラストの劇場公演です。私は明日が楽しみです。早いね、なんかまだ4月が終わるわけじゃないのに、明日が劇場公演的にラストだと、もう4月も終わっちゃうなって気持ちだな。まあ終わるのは間違いないけど、早いですね。ちょっとこんばんは、ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは、ねえ、こないだなんか新年度とか言ってた気がするけどするけど、なんか気づいたらもう4月終わる、早い。福岡行くね、わあありがとう。そう今年も福岡行きます、私3年連続です。もう福岡のプロかもって思いたいけど、結局1年に1回ペースでしか行ってないので忘れちゃいますね。でも食べたいもの食べれればいいかなっていう気持ちではある。福岡と東京行きたいな、待ってるよ。でも去年はね一蘭食べてないんです。その前は食べたけど、そう去年はね屋台のラーメン食べたんですよ、美味しかったです。ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは、いや福岡は個人的になんか私の食の好みに合ってますね。あのもつ鍋も好きだし、馬刺しとかも大好きだし、明太重とか、あとはなんだろう、ラーメン、あと何があるかな、まあいろいろ美味しいものたくさんだからね、行くの楽しみです。今年もまさかの3年連続福岡だとは思わなかったんだか、だけど嬉しい。こんばんは。あとなんだっけ、あの飲み物、私がに、私は飲んでないけど、なんだっけな、なんかがね、なんだっけ、すごいなんか去年コンビニめっちゃはしごしたんだよね。コンビニとかスーパーとかめっちゃはしごした、なんか飲み物、なんだっけな、紙パックかなんかの飲み物、なんだっけ、めっちゃ忘れたけど、すごいなんかね、ルーちゃんがすごい探し回ってたんだよね。何か忘れちゃったわ。こんばんは、ブラックモンブラン、ブラックモンブラン食べたことないな、見たことはあるけど食べたこと、でも昨日じゃない去年去年のね差し入れかな、楽屋にあった気がしますけど食べなかった昨日って言っちゃった、去年です、去年の話です。こんばんは、ギフトありがとう、ありがとうございます。ヨーグルッペだっけ、ヨーグルッペのいちご味かな、なんかね普通のやつじゃなかったんだよね、ヨーグルッペか、そう、それがね美味しいとか言って、そうめっちゃルーちゃんがねコンビニはしごしてめっちゃ買い占めてたけど、そう
私はもうヨーグルト苦手なので、ただただついてってました。こんばんは。ブラックモンブラン絶対食べてほしい。そんな美味しいの？ブラックモンブラン食べたことないな。食べてみよう。今年もブラックモンブランの差し入れがあると信じて、じゃあ行きますね。いやでもたくさん食べれればいいな。食のことしか考えてないやん。食のことしか考えてない、さっきから。食べるの楽しみしか言ってない。いやでもどうせね、行くならね、なんかそこでしか食べれないもの食べといた方がさ、よくない？まあ3年連続行ってはいるけど、今年でもしかしたら最後かもしれないし、福岡に行くのがね。そうだから食べれる時に食べといた方がいいよね。クロワッサン、私クロワッサン苦手なんだよな。クロワッサンでも有名だよね、その三日月だっけ。食べてみようかしら今年は。こんばんは。そうクロワッサンね、あんまり好きじゃない。もう食べれなくはないけど、あんま買わないかも自分で。あれば食べるけど。クロワッサンあんまだな。こんばんは。なんかさ、食べるのが難しい食べ物とかあんまり好きじゃないかも。なんか後々めんどくさいから。クロワッサンってボロボロしない？ボロボロこぼれ落ちない。なんかだから苦手なかなのかもしれん、わかんないけど、なんかめんどくさい性格すぎて、そういうところにまで侵食してる気がする。そうだから好きじゃないかも。あとのことを考えるとめんどくさいからいいやみたいなことももしかしたら思ってるかもしれない。こんばんは。いやなんか家で食べるとかならいいんだよね。なんか別に誰にも見られてないところで食べるなら全然大丈夫なんだけど、だからこういうなんか誰かに見られてるところで食べるってなると、ちょっと話が違ってくるよね。そう。こんばんは。クロワッサンとメロンパンの食べづらさ2トップ。わ、メロンパンとかなんか食べてないわしばらく。しばらく食べてないかも。メロンパン美味しいよね。でも美味しいけど食べたことないじゃない。嘘、全然嘘。めっちゃ好きメロンパンけど、久しく食べてないかもメロンパンは。ギフトありがとうございます。ありがとう。
メロンパンのカロリー見てから恐怖でしかない。いやなんかパンって本当にダメよね。たまにしないと本当になんかひっくり返るよね、パンのカロリーとかそういうものって。いやでも私は食に対しては我慢しなくていいと思うんですよね。食べたい時に食べた方がその分ストレスになる気がする、我慢してたら。いや食べたかったらその分運動すればいい話です。毎朝パンなんですが、えでもよくない、私毎朝菓子パンでもいいけど毎朝菓子パンでもいい、私菓子パン大好きなんだけど。でもあんまり食べないですね、好きだけど。いやなんか食べたいなら運動すればいいし、運動したくないなら食べなければいい話ですね。はい、食に関しては。まあでも本当にあの自分の人生なので、食べたい時に好きなものを食べた方が楽しいと思いますこんばんは。菓子パン何が好き、なんだろう。でもちっちゃい頃はあのチョコチップのスティックパンみたいな10本入りとかそういうやつ食べてました。一人で5歳とかの頃一人で一袋食べてました。それぐらい好き。わかりづらい。それぐらい好きです。でもあれ一本結構するんだよね。一本カロリー結構高いからね。気をつけましょう。あれ美味しいけどね。そう。ダメよ。食べ過ぎると。体には。いやあれ美味しいよね。今でも今食べたとしても美味しいもん。めっちゃ好きよあれ。しかもさコスパ良くないですか、あの量入っててめちゃめちゃお腹いっぱいになって値段的にも素敵、すごいよく良い商品よね。ギフトありがとうございます。ありがとう。でも最近パンすごい好きです。最近パンハマってます。パン屋さんめっちゃ行っちゃう。こんばんは。お米も好きだけどパンも好きよ。でもお米の方が好きかなって感じです。こんばんは。なんかでも甘い系のパンじゃなくてチーズとかそういう感じのパンが好き。塩パンとか、あとなんだろう、なんかサンドイッチとかそっちの方が好きか、甘いのより。まあ、でも最近好きなパン、パンオショコラなんだけどね意味ない今の話。その一番最近好きなパン、パンオショコラなんですけど、パンオショコラ知ってる？超美味しいんだよマジで美味しいから食べた方がいい、全人類。マジ最近食べて一番美味しかったの何って言われたらパンオショコラで即答できるぐらいにはめっちゃハマってます。本当にここ最近でめっちゃ美味しい。本当に美味しいです、パンショコラ。いや最高だよフレンチトーストは長年食べてないな。食べたいかも
食べたいかも。フレンチトースト、フレンチトーストってどうやって作るの？普通になんか牛乳とか卵溶いて焼くだけみたいな感じ？自分は無理そう、作るの。でもフレンチトーストぐらい作れる女の子になりたいよね。いや、得意な料理、得意料理はって言われてフレンチトーストとか言ったら可愛くない？ちょっと可愛いよね、フレンチトースト。得意料理オムライスって言われたら好きになります。ぶっちゃけさ、得意料理って何が一番可愛いんだろうね。いやでもさ、得意料理何って言われてさ、確かにオムライスって可愛いよな。めちゃめちゃ可愛くない？私ほんと得意料理なんてないんだけど。なんて答えますか？今はないかなって言うかも。今はないかもって言っちゃいますね。ギフトありがとう。正直、本当正直に生きてるから。いやー、料理作れないからな。ペペロンチーノとかでええねん。ペペロンチーノか。ペペロンチーノはもうどういう？パスタ茹でてなんかかけるってこと？パスタソースずるずるかったか。ずるかったか。パスタソースで済ませようとしてしまいました。無理でしたね、ちょっとダメでした。こんばんは。親子丼簡単。ああ、親子丼か。親子丼ね、確かにまあ難しそうなことはしてなさそうだけど、私には激むずいかも。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ゆずちゃんが料理得意って言ったら完璧すぎる。完璧すぎる。逆にな、そんなことあります？私料理以外にもできないこといっぱいあるけど。できないことなんて山ほどあるけど、そんな何もできないよ。ゆず一人で生きていくってなったら本当になんか無理そう。今雨降ってんだ。めっちゃ雨の音聞こえるわ、やだな。こんばんは。
昨日久しぶりにね、そう、偏頭痛がね、偏頭痛がそのすごいしんどくて、もう頭かち割れそうだった。そう、でも昨日は日記を書いてました。夜寝れなかったから、結局寝れなかったので日記を書きました。めっちゃ書いたよ昨日で。昨日で2週間分ぐらい書いたよ日記。日記の意味、そうだからもうね、今日からちゃんとつけるって決めました決めました。こんばんは。そう、なんか本当にあの写真とかも私普段撮らなくて、休みの日とか、そうだから本当に覚えてない日がちょくちょくあるんですよ。でもメールとか見返して、自分が送ったメールとかをブログとか見たりとかして、そうあれなんだけど、本当に分かんない日があって、昨日そうなんかある日の日記なんですけど、めっちゃ寝てたらしい、記憶にないけど3日連続でドーナツ食べたって書いてあります意味わからん、これ書く意味あるのかなって思うけどね。そうでもう一日やって、そうめっちゃ寝てた、夜はボロネーゼのパスタ食べた、一番好きって書いてありますねそうですかって感じですよね そう、これ昨日書いたやつ、ちなみにそんな感じですねそう、本当に困ったら寝てたって書いてます、本当に。でも書いた日は結構ね、最近だと 1,2,3 あ、でも3行ぐらいかな、長くて3行ぐらいだと思う、うん、多分。そう、だいたい2行か3行ぐらい、あ、でも4行の日あるわ。そう、4行の日あります。そう、書いてる日はね、書いてるんですよね。書いてない日は本当にとことん1行とかしか書いてない。まあ今日から頑張ります。またやっぱその思い出して書く日記って多分意味がなさそうなので、毎日やっぱり書くことを意識した方が良さそうなので配信中に書けば、確かに今書こうかな、もうだってさ、確かにそうだよね、書いちゃおうかな今じゃあ書きますわ。でも日記だからあんまり声に出しては言えないから、じゃあ今日の日記書きますね。なんて書こうかな、まあなんて書こうかなって言いながらもう書いてるんですけど劇場公演の日とかの日記が気になる。あとね、公演の日はなんて書いてるかな。あ、でも最近のだとカップリングイズ初めて劇場で披露したよっていう日は MV に合わせてポニーテールしたって書いてあります。そんなんです。
こんばんは。今2行目突入です。空白の日ある。え、空白の日はね、ないです。本当にあのね、1日1行は絶対に書いてますね。1行って言っても本当に内容がない日は寝てたしか書いてない。さっきのあれですね、寝てた、ドーナツ食べたぐらい。本当にそんな感じ。なんか差がありすぎます。逆にすごい、なんか一日めっちゃ忙しかった日とか予定詰め詰めだった日は3、4行書いてる時もある。感じです。ちょっと今日4行いけるかもしれん。終わりました。4行書きました。4行書きました。配信中に日記書いてるよって書いてきました。こんばんは。いい感じですね。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。
どのツインテールが人気でした？あ、 X に乗せたやつか。なんだろう、でも別になんか本当に知りたくて乗せたわけじゃないんですけど、そう最近ツインテールたくさんやったから、そう普通になんか写真も載せれるかなと思って、それも込みで載せたって感じなんだけど、どれだろう、あんまりリプまだ見てないや。何かの参考にしようとかとか思っ、何かの参考にしようってやってるわけではないんですけど、そうたまにはこういうこと載せてもいいかなって思ったんだけど。あ、明日の公演の、明日の公演まだ決めてないよ。何がいいかな、何もね、決めてない。こんばんは。何しようね、ラストだしな、今月しかもって考えると、ちょっとだいぶあれだよね。嵐派です。あー、なるほど。あれはね、コロネツインですね。あの全部同じ方向に巻いてもらってるツインテールです。あれ可愛いよね、いつもあれ好きで、全部好きだけど。何がいいかな、迷うね。最近はでもね、三つ編みとかねやってたりするんだけど、ちょっと飽きてきた。ちょっと飽きてきました。そうやっぱね、同じものやりすぎてもね、あんま良くないことが分かったので、やっぱいろんなものやらないとね。なんかでも2回ぐらいしかやってないのに、めっちゃ自撮りがあんの、三つ編みの時の。そうだから、ちょっとありすぎじゃないと思って、そうすごい三つ編みが大量発生してる今、写真フォルダの中で。おでこ出しでもいいですよ。明日はな、ちょっと違うな。それこれ言ったっけ、でもなんかメイクさんが、その私の髪の毛をやってくださったメイクさんのインスタのアカウントにすごい、もっとやってくださいって DM いっぱい来たよって言ってました。そうメイクさんが、青山さんが言ってました。そうこの間の公演でもお会いして、28時間配信の時もねお会いしたんですけど、そう毎回髪の毛褒めてくれる。そう毎回ね、そう本当にいい髪の毛だねって言ってくださって、そう優しい方たちです本当に。こんばんは。50分に終わろうかな。
ストレートも久しぶりに見てみたくない。ストレート最近やったんだよな。熱かったんよね。この間のね、あれこの間エスコンでストレートしてなかったっけ。もう記憶にないな。で違ったかな。そう、熱いなと思ったんよね。そう、もう熱くなってきた。ストレート下ろすやつだと。ツインで下の方くるくる巻いてるやつ好きでした。ツインね、ゆずもね、ツインテールするとき巻く方が好き。ストレートも可愛いけどね。ストレートでツインテールすると本当研究生の時みたいな自分になってる感じがして、そう、なんか懐かしくなりすぎちゃうので、そう、ツインテールはね巻いた方が好きです。ギフトありがとうございます。ありがとう。まあ明日は何がいいかなちょっと考えとかなきゃ。そう、あんまり劇場でね、そう髪型考えるの好きじゃなくて、そう劇場着くまでにいつも決めてるので、考えとこう。ちょっとありがとうギフト。あれだけストレート熱いんだよなとか言っといて、ストレートだったらめっちゃおもろいけどね。いやー、どうしようかなー、迷う。ちょっと迷いますね。こんばんは。明日はもう今月ラストの劇場公演らしいので楽しみ。こんばんは。早いね、もう今月ラストか。早すぎる。今月はでも前半が特に公演がね多かったので、何回かな ?7 回じゃない？ 7 回、7回じゃない？ 7 回。今月7回だったけど、7回、6かな？どっちか。スミから応援するね。ありがとう。ありがとう。明日も配信で見てくれる方も、劇場に来てくれる方も、楽しみましょう、一緒に。
いつは次のエスクマですか。知ってるけど いつあるか いつあるか知ってるけど、だってまだ発表されてないもんね。それは言えないわ 言えないわ、それは。あれ、5まで発表されてるってことだよね。5まで発表されてるってことは、じゃあずっと全然なくない？だって20、明日で最後でしょ、今月で。めっちゃ開くやん え、めっちゃ開くね。全然公演ないじゃん、やば。こんばんは。え、ゴールデンウィークだよね。ゴールデンウィークって公演毎年なかったっけ？そんなことあるんだ え、生誕とか詰まってる？もしかしてゴールデンウィーク。その S ないことなんてあるんだね。へえ、びっくり。1回くらいありそうだけど、まあないらしいので、まあないらしいっていうか、ないので仕方ないですね、こればっかりは。こんばんは。てか、もうゴールデンウィークか、やば。なんかゴールデンウィークっていう響きがもうすぐって思うとちょっと嫌かもしれん。はあ、やだな。もうゴールデンウィークなんだ。えぐいかも。やば。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ね、ツーショット会もね、そう、応募の締め切りが迫ってきてるので、ぜひお待ちしてます。カップリングの衣装と、なんて言ってたっけ、私服って言ってた。ちょっと頭ごちゃごちゃかも。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、5月はトーク会も、写メ会もあるし、トーク会も握手会もあるので、4月会えなかった分ね、お待ちしてます。たくさんお話ししましょう。写メ会も全然なんか喋れないとかではないので、意外とおしゃべりできるから待ってます。そろそろ終わろうかな。ありがとうございました。ありがとう、みんな。明日は手綱で会いましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう、また明日ね。ありがとうございました。おやすみ。ありがとう、またね。バイバイ。ありがとうございました。またね。